こんにちは。体の間10万円勝負です。今日は2020年の5月23日、少し過ぎてしまいましたけども、0時57分ですね。現在の枝コインの値段は 5.934 円ですね。はい、5.93 円。昨日からちょっとだけ上がってますが、1時間足で見ていきますと、6円を一旦超えてますね、今日ね。はい、一旦超えてまた、5.9 円に戻ってきて、今 5.92 円ということですね。はい、じゃあもうちょっと4時間足で見てみます。4時間足ですと、はい、ちょうどここの今の線のところで、6円、今 6.2 円でしたね。はい、で、下が、5.5 円ぐらいか、5.4 円でしたね、ここのところはね。はい、だけど、ここのレンジと比べればね、もうこのレンジとこのレンジで比べると、まだね、高いところで推移しているということですよね。はい、で、ここからもうちょっと前の方から見ると、ずーっと、はい、もうここからずっと右肩上がりという形ですね。ずーっと、もうずーっと上がってきてます。ずーっと上がってきてる。はい。あ、もう8円近くなってきてましたね、こう見ると。はい、もうすぐです。はい。じゃあ、Twitter の方で情報を得てみたいと思います。はい、で今日はまずこれかなと思いますね。冗談なのかもしれませんが、とゆうたさんが言ってますけど、何を言ってるかというと、ビタリックさんが体のを認めたらしいですということですね。はい、で、これがビタリックさんのツイートみたいです。ビタリックブテリンって書いてありますね。はい。で、ずーっと見ると、ここだけだ。これだけですね。I hereby acknowledge カルダノ。私はまあ、しょうがない。もう今となってはカルダノを認めるしかないっていう感じで言ってるんですかね。はい。もう認めるよ、つって。で、15分後にチャールさんが高速レスポンスと、I have acknowledged Ethereum。これだけなんですよね。まあ、この方、知り合いですからね。まあ、お互い、まあ、なんだろう、尊敬し合ってるというか、称え合ってるような感じなんでしょうけども、ただね、今までビタリックさんがあまり体について言うことがなかったみたいですからね。はい。だから、カルダ兄さんも It is good for all of us ということで反応してますね。で、ついでですけど、カルダニアンさんが下で、There is a lot of discussions about which crypto project will succeed and why と。about which crypto。まあ、なるほどね。どのね、仮想通貨プロジェクト。あれこれ昨日読んだかな、がうまくいくんだろうか。そしてそれはなぜだろうかと。で、その答えはシンプルですと。プロジェクトが、本当のね、世の中の問題を解決しているかどうかと。いうことですよね。はい。シグニフィカントグループオブピープル、それ、まあ、その問題を抱えた人たちのためにということですね。My favorite is Cardano since team accepts exchange and blockchain technology on と。ブロックチェーンテクノロジーをそれに当てはめてね、いくからCardanoが好きだということです。はい。で、次にはですね、エイダテイメントさん、ちょっと久しぶりなんですけど、This is just awesome。これはすごいぞと。ウロボロス IoTKIO、体の、Try on desktop if your mobile screen is tiny と。モバイルだと小さいんだったら、デスクトップのパソコンでやってみてくださいって書いてあったのでやってみます。はい。ここにですね、ウロボロス専用のホームページがあるんですね。ウロボロスアタックザプロトコルと。Attack the protocol, fork the blockchain or not, explore the Ouroboros protocol first hand in this interactive simulation ということで、このシミュレーションがね、なんかできるみたいで Get Started って書いてあるので、ちょっといじってみたいと思います。はい、ここにね、なんかOuroborosと怪しいのがなんか出てきて、この点がね、ふわふわふわっと動くんですけど、ここにね、なんかブーっと出てきて、これがブロックチェーンみたいですね。はい、で、ここに、Select between 3 and 7ということで、3個から7個のノード、これブロックチェーンなので、1個1個がノードということみたいですね。で、Begin the attack on the protocol と。で、このノードにね、アタックしてくるということです。で、セレクトビットイン3 and 7ということなので、まあ、3つぐらいをね、こうやって選ぶと。違うな、この、すみません、今ペンで選んじゃったんですけど、カーソルで選ばれていますね、この赤い。そうすると、ここに、アタックされたノードがこう赤くなるみたいですね。はい、こんな感じ。で、each node, you select requires resource to corrupt と。今選んだのがダメになってしまうということだと思いますね。で、右の方に、この矢印があるので、ちょっと待ってくださいね。はい、全部が入るようにちょっと変えたんですけど、今3つ、アタックされるノードをね、選びました。で、これがブロックチェーンですね。ずーっと横に。で、NEXT とこのグラフィックもなかなかですけど、NEXT を押しますね。そうすると、NEXT。はい。このアタックオンザプロトコルと、このアタックされたところの前のチェーンがね、このブルーの、何ができるんだろう、これは。ちょっと難しいな。ここのアタックされるところのブロックがなんか外れてこっちに来てるという感じですかね。はい、で、これが、全体でなんか繰り返されると、シリーズ・オブ・エポックということで。こんな感じで、これが説明になってる、もう式的な説明みたいなんですけど、はい、ちょっと理解できませんでした、私には。ちょっと確認してみてください。はい、こちらがユータさんですけども、アルゼンチンがまたデフォルトしました。法定通貨もこうなってしまってはスキャムです。スキャムコインですと。アルゼンチンペソが 1.58 円ということですね。はい。アルゼンチンは22日が最終期限だった国債約5億ドルの利払いに応じなかったため、2014年以来9度目となるデフォルトが確定しました。ただ、現地の経済専門家は、原資はあるものの支払わないテクニカルデフォルトだと指摘していますということで、ユータさんのね、最後のコメントで、計画的なデフォルトじゃないかという噂もありますが、そうだとしたら正真正銘のスキャムコインかもですねということで、はい、もう法定通貨もね、そんなに安定したものではないということですよね。アルゼンチンだけではなくて、まあ、やっぱり暗号通貨、世界でね、広まっていくといいかなというところだと思います。で、同じように、コミュニティを運営して思いますが、問題となる批判はほぼゼロ。これはですね、なんだろう、コミュニティのことを言ってるのかな。はい。ユータさんのコミュニティで、事実かつ心ある悪いとこの指摘は OK ですよと。事実が心ない悪いとのこの指摘は NG ですよと。スキルの不足、要猛省と。まあ、ここまではいいっていうこと。違うな。NG って書いてあるからな。事実ない悪いとこの指摘、NG、病気、社会から追放ということで、ちょっとね、コミュニティがちょっと問題があるみたいなんですね。はい、でさらにユータさんのその上、検察官定年延長等々どこまで事実かと、プロパガンダは不明だが内閣支持率 27% と、間接民主制だと必ず不満は出るため、重要な議案は国民の直接電子投票、僕主体が信頼できる投票システム、管理者はないと。でもニーズはね、だんだん出てきてるという感じがしますよね。今の政治の邸宅とか見ているとそう思います。信頼できる管理者不要の分散型投票システムが作れればいいですね。21世紀の発明だと思うということですね。はい、だから、信頼の形がね、だんだん変わってくると思うので、早くね、投票システム、やっぱり、アメリカの大統領選もいつも投票が問題になりますし、日本の投票もね、どんなもんか分かりませんけど、やっぱ本当に信頼できるシステムがあると、だいぶ変わってくると思いますね。はい。では、値段に戻りたいと思います。5.931 ですね。5.93。14,012.9×5.93 で元本が10万円ですので、16,903 円のマイナスということになります。16.9% のマイナスですね。はい。今日もご視聴いただきましてありがとうございます。失礼いたします。